どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。クローンに B メダルの入手方法が明らかに。なんとですね、スマホゲームの妖怪ウォッチプニプニのゲームを遊んで本物のクローンに B メダルがゲットできます。このキャンペーンの概要を見てみると、妖怪ウォッチプニプニのゲーム内に登場するイベントステージにクローン鬼が登場。クローン鬼を倒して仲間にすると本物のクローン鬼 B メダルがゲットできると。この妖怪ウォッチプニプニはですね、8月にサービス開始予定ということで、このキャンペーンの実施期間とか応募方法は現時点では公開されてないんですね。後日公開予定ということで、皆さん要チェックです。